どうも、高井です。腐った国で素人でもできるクーデター。国が衰退していって政府が腐っている場合、国民がどんどん貧しくなっていくので、そこで唯一できる血を流さない政策というのがクーデターになります。この本内容をこちらの手帳にまとめたので読み上げていきます。10分から15分はかかってしまうので根気よくご視聴ください。クーデターとは、相手を説得するための助けとして銃を必要とする特別な形の政治である。もちろんクーデターを成功させることは難しく、もし銃が大量に使われて失敗し状況が悪化してしまうと、迅速で無血のクーデターとは正反対の内戦に陥る危険もある。多くのクーデターの発生のきっかけが腐敗にあった。腐敗が存在している場合、権力を奪った側は莫大な富を得ることができる。単に好きな額を国庫の外貨準備用の資金の中から引き出すだけでもいいし、国の支出を全て削減したり、政府に何かを要求する全ての人々から賄賂を取ったり、中央銀行が決して返済しない資金の融資を確保したり、家族や親族をビジネスの仲介業者にするなど、国家権力を自己利益の拡大に使うやり方はいくらでもあるのだ。腐敗した支配者たちはたとえ弱小国家であったとしてもすぐに億万長者になれる。したがって腐敗というのは実際にクーデターを発生させる原因となるのだが、それはもし成功すればその報酬が莫大なものとなる可能性があるからだ。クーデターの前提条件。前提条件その1、経済の更新性。経済の発展とそれに伴う繁栄がない国では、その国民が病気やもうもう高い出生率と死亡率、そして定期的な飢饉に悩まされているものだ。前提条件その2、政治的独立。政治的権力の主な源泉がその国の中になければ権力の奪取は不可能である。前提条件その3、有機的な統一。これまで経済面での更新性が政治にもたらす結果を見てきたわけだが、そこで判明した決定的な要素は少数のエリートに全ての権力が集中しているという点であった。逆に言えば、発達した政治環境では権力は分散しており、クーデターでそれを脱出するのが難しくなる。クーデターの戦略。政府の転覆はかなり難しい。そもそも政府というのは軍隊、警察、そして公安機関のような国防のプロによって守られているだけでなく、さまざまな政治勢力から幅広く支持されているからだ。先進的な国民国家では、政党、利益団体、地域、民族、そして宗教的な集団などがこのような政治勢力を形成している。それらが相互に作用し、相殺し合うことによって特殊な力のバランスが生まれ、政府はそのバランスの上に立つ形になる。発展の遅れた国では、こうしたバランスの稼働範囲は狭いのだが、それでも現状維持、つまり政府側を支持する政治集団は常に存在しているものだ。もしクーデター遂行者がいくつかのビルを制圧し、政治家数人を拘束するだけでこうした強力な構造を破壊できたとすれば、それは彼らに重要な行動が誰にも気づかれなかったからである。しかもそれは危険で細かいプロセスを経なければならない。例えばクーデター実行前には軍やその他の強勢力を中立化しなければならないし、政治勢力は一時的にせよ何も積極的な動きをしてこないようにしておく必要があるからだ。クーデターを実行する側が相手の政治勢力との全ての対立を必死に避けようとしても、クーデターに反対してくるものは必ず出てくるものだ。こうした反対は国家の管理組織と治安部隊を支配し、クーデターによって古い状態を新しい状態に付け替えることができれば、そのほとんどは大抵収まるものである。このような移行段階、つまりクーデターの実行者が公の場に姿を現してから国家の権威を付与されるまでの期間というのは、クーデターによって最も致命的な段階となる。ここでクーデターの実行者は国家の書記官に対する支配を確立しなければならないと同時に、それを使って国全体の支配を確立するという、いわば2つの任務をこなさなければならなくなる。クーデターの戦略は大きく2つの考慮によって導かれる。一つは移し替えの段階におけるスピードの最大化であり、もう一つはクーデター前と直後における反対勢力の完全な無力化である。クーデターの作戦遂行の段階で少しでも遅れが生じてしまったら、我々の一番の闇がさらされてしまうことになる。
その弱みとはそのプロセスの中で政治的な色がついてしまう。これは結果的に政治思想に反対する勢力を集結させてしまうことだ。クーデターが迅速に実行されている限り、実行者側は匿名という衣に身を隠し続けることができる。こうなるとどのような政治勢力でも反対するチャンスや動機さえ持つことができない。結局のところ、実行者側は潜在的に彼らの仲間になることも可能なのだ。いずれにせよ、遅れが生じると実行者側の最大の利点を失うにつながる。クーデターの実行には最高のスピードが必要が意味するのは、多数の個別の作戦とをほぼ同時に遂行すべきであるということだ。クーデターの計画を少人数で始めたのであれば、ほとんどの人員を計画の実行段階で動員しなくてはならない。さらに迅速で決定的な行動を取るためには、動員した仲間を訓練し武器を与えなくてはならない。そして武器は調達できるということになると、それはたった一つしかない。つまり政府が持っている軍隊である。クーデターを計画する場合、2つの情報が必要なことが分かった。第1は、クーデターに介入してくる可能性のある部隊の性格と構成であり、第2は部隊の作戦上の実権を誰が握っているかという点だ。相手が原始的な軍事組織であれば、目指す部隊の指導者が誰であるかすぐ分かる。組織の効力は大量かつ様々な種類の兵器を使用することに依存している。その組織の優秀さを決めるのは様々な武器や設備であり、それらの専門的な扱いに長けた要員たちである。このような仕組みを動かすには2種類の重要人物が必要となる。それが技術者で、彼らを調整する指導者だ。ある部隊を中立化したいのであれば、指導者よりも技術者の協力を得るべきだということだ。彼らを誘う方が簡単であるし、少数でも大きな成果を上げられるからだ。もう一つの結論は、クーデターの仲間に加える相手としては、組織の単純な部隊を選び、中立化する相手として複雑な組織を持つ部隊を選ぶべきである。その方が相手が突然寝返ったとしても受けるダメージが少ないし、結果的に仲間に加える人数も少なくて済むからだ。重要人物に接近してクーデターに参加するように説得するわけだが、その前に我々は狙った部隊について以下のような情報を十分に集めなければならない。A、クーデターが遂行される時間と場所によって介入してくる可能性が高い部隊はどれか。 B、その部隊の実際の指揮命令系統がどうなっていて指導者は誰なのか。 C、その部隊の技術関係の装備はどうなっていてその担当者は誰なのか。一つの部隊を取り込むためには、その部隊内の実権を持った多くのリーダーたちの積極的な協力が必要になる。もしその部隊が組織的に単純なものであれば、技術者の一部が寝返ってもそれほど大きなダメージとはならない。また浸透工作が部隊の末端まで行き届いている場合には、たとえ一部の将校が現政権に忠実であってもクーデター側にとって大きな障害にはならない。クーデターの目的を話す場合は、その相手に調子を合わせつつ柔軟な態度で接するべきである。ただしそこでひどく一貫性のない人間だと誘われることも危険である。わざわざやらなくても済むのであれば、私もクーデターなどやりたくない、それはあなたでも同じだろといった態度を取ることは望ましい。相手がクーデターの目的に理解を示したと判断できたら、次に彼らのその実行の中で果たすべき役割を説明することになる。だが作戦の詳細を話す必要はなく、以下の点は明確にすればいいだけだ。 A、 彼の役割はいくつかの具体的な行動に限られて難しくないこと。 B、 彼の所属する部隊のほとんどがすでにクーデター側についていること。 C、 従って彼の任務が安全なものであること。ただし相手に実際の任務の内容を教えるときは、彼らが明らかに仲間に加わる意思表示をしてからでなくてはならない。全体の中で彼の任務がどのような意味合いを持つかまでを分からせる必要はない。全般的な計画、政府が世論に訴えかけるために利用したメディアは主にラジオとテレビだったが、今日では当然ながらインターネット上のソーシャルネットワーキングサービスが使われているはずだ。交通網や通信網を掌握するか、とりあえず麻痺さえしておけば政府勢力からの潜在的な脅威はほぼ中立化させておくことができる。政府容認を戦略目標として我々の手前には限りがあるので、最重要人物だけに的を絞り、残りは後に様子見派を味方に引き入れて手勢が増えたところで開始すればよい。危険になりそうな人物を全員逮捕するわけにはいかないが、政府の指導者層の中で実質的に力を持つ最重要人物だけは必ず逮捕しなければならない。
現代の政府の構造は大きく分けて2つの種類に分けられる。1つは大統領型であり、国家の首長がそのまま政府の意思決定者となっている。もう1つは首相型であり、国家元首は主に象徴的な存在や儀礼的な役割にとどまり、実際の政策の意思決定は形式のもとに地位のある人物によって行われる。第一に選ぶべき要人とは以下のような人物である。内相とその側近、国防相とその側近、政府の指導者、首相や中心的な人物。我々にとって唯一最大の脅威となるのは、彼らがクーデター勢力と正面から対決をする狙ってゼネストという戦略戦術だ。我々が通常の対抗措置を取れば、彼らが取ろうとする非常手段をある程度抑えることができるはずだ。彼ら政府側がやってくることは、 A 反クーデター統一戦線を形成しようと他の民主勢力と連絡を取る。 B ゼネストを決行するために全区の支部と連絡を取る。 C 地下活動や非合法的に組織を存続させるための非常計画を実行に移す。クーデターの決行後は小グループで編成された寄せ集め部隊の方が自軍内の反乱を防げるという意味ではるかに安全だ。軍内部の協力者によってクーデター計画の中心人物たちに地位を奪われるリスクが低減されるからだ。その理由として3つ挙げられる。 A 小グループのリーダーはたとえ指揮官の肩書きを持っていても大部隊のリーダーより階級が低い。 B 寄せ集め部隊はそもそも有機的なものではなく、クーデターの計画によって編成されたものであれば、リーダー決行後に同部隊を分割して再配置するのは良いである。 C 勝負グループのリーダーの数が多くなればなるほど、彼らが手を組んで自軍の内部から反乱を起こす可能性は低くなる。クーデターの実行には3つのタイプのチームが必要であり、3つのタイプの襲撃目標に対応したものだ。 A チーム、襲撃目標、武装した警備員やセキュリティチェックなどによって厳重に守られている施設だ。王宮、大統宮廷、警察本部、そして軍の最高司令部などがこれに該当する。 A チームは4つのグループが編成され、各グループはそれぞれ目標に従って異なる規模にまとめられる。 A の兵服の侵入グループ、このグループは非常に小規模で私服を着用したまま武器、爆薬などを隠し持つ。彼らは襲撃目標の建物内に来訪客として堂々と入り、そこの占拠作戦を内部から手伝うことになる。 B の陽動グループ、襲撃目標を防衛する相手の兵力が多くなればなるほど、このチームの役割は重要になる。王宮や大統領宮廷のようにまとまった兵力が警備に当たっているところでは、その一部兵力をおびき出すための陽動作戦がどうしても必要になる。C 援護射撃グループ、編成は小規模だが装甲車のような重装備を持つ。このチームの任務は火器による威嚇射撃によって政府側の部隊を抵抗をやめさせたり、襲撃目標に通じる道路を固めて政府側の部隊の介入を防止することにある。 D の攻撃グループ、最も人数が多く戦闘技術に優れているものが選ばれる。ただし戦闘技術は実際に行使されないことが望ましい。 B チームの襲撃目標はそれほど厳重には警備されてない技術的な施設、これに当たるのが主な電話会社や通信施設、そしてラジオ、テレビなどの放送局だ。これらの周辺目標には最小規模のチームに振り分け、このチームの中に技術者を加えるべきである。技術者がいることによって妨害工作に伴う設備上の損害を最小限に食い止められるからだ。 C チームの周辺目標、クーデター実行の間だけ孤立させておいた人物。政府の主な指導者の場合、逮捕は大統領宮廷のような A チームの目標を占領したときに同時に行われる。 C チームの任務は個人の住宅に踏み込んだり個人の守衛をやっつけることであるので、その編成はおのずと小規模になる。以上が簡潔にまとめた内容ですけど、国が政府が腐っている場合っていうのは唯一血を流さないで済む方法、それがクーデターなので、ぜひともこれからこういう本を読んだ上でやっておくと国がピンチの時に役立つと思います。まあそれであなたがやるかは別ですけどね。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。